誰よりも早くめちゃめちゃ楽しく子供たちのための動くガンダム体験イベント、キッズエクスペリエンス。お父さんたちに連れられて集まったのはガンダムファンクラブの子供たち。クイズに答えてガンダムを動かせ。って今の小学生ってガンダム知ってるの？動くのかガンダム、夢への挑戦。第21話、キッズエクスペリエンス、みんなでガンダムを動かせ。まずはガンダムを好きなところから見てみよう。ということでキッズたちに双眼鏡を渡してガンダムをウォッチング。さあどんなところが気になるかな。 DVD とかで見るガンダムよりももうなんかすげえ、肉眼で見る方が迫力がある、ね、バルカンのところまでちゃんとある。バルカン、頭のところ本当だ、すげえ。あれ、リーハッキーなんとかって書いてある。読めない。双眼鏡で至近距離から覗くワクワク体験、スケール感から細部まで楽しんだところで、今度はガンダムドックタワーの観覧デッキへ。すげえ、すごい、気持ちいい。すごい、気持ちいい。エレベーターが開いた瞬間から大興奮のキッズたち。すげえ、怖い、下めっちゃ怖い。なんかボタンついてる。あれだから、あれだよ、ピットハッチがあそこに、外向きにさ、矢印あるじゃん。あれ外に開くのかな。どこが、あ、テレビ、なんか中身が見えそう。ガンダムのどの部分が動くのか想像が止まりません。あっという間に観覧タイム終了。そしてここからがキッズエクスペリエンスのメインイベント。クイズに正解して7つのキーワードをゲットすると、なんとガンダムが動きます。 A、B の2チームに分かれてクイズスタート。 A チームは観覧デッキの5階へ、 B チームは観覧デッキの6階でクイズに挑戦してもらいます。早速第1問、ガンダムドックに隠されたキーワードを探せ。どこかに見えるところにあります。ん、あれかな、カタカナ探すの。どこかな、どこかな。質問です。はい、漢字ですか、ひらがなですか、カタカナですか、英語別ですか。じゃあね、そう、ひらがなです。 A チームへのヒントはひらがな。何の文字が隠されているのかな。ひらがな1文、待って、1個分かったか。ひらがな、あ、分かった、あった、あった、はっ、あった、どうやった、下に髪が、下に、下に、下に、ガンダムの足元付近かな。あ、ほんとだ、なんか文字らしきものが。では、見つけた文字は何ですか。せーの、けー。お見事、正解です。一番最初に言ってました。A チーム、ガンダムを動かすキーワード、けをゲット。そして B チームも、あ、見つけた、どこどこ。では見つけた文字教えてください。わあ、文字はどこにあったのかな。ガンダムの黒い隣のところに黄色い文字があって、わ、はい、って書いてある。 B チーム正解、ガンダムを動かすキーワードガをゲット。続いて第2問、ガンダムの知識が試されるガンダムマニアッククイズ。3問中2問正解でキーワードをゲット。それではガンダムマニアッククイズ第1問、このポーズは何と呼ばれている。キッズたちにはちょっと難しいかな。ラストシューティング。なんとまさかの即答。正解はラストシューティング。この子たち侮れないぞ。一方女の子が多めの B チームは、早押し、はい、ラストシューティング、ラストシューティング。お父さんまさかの耳打ち。
ガンダムファンのお父さん、我慢できずについつい参加。お父さん、ナイスアシスト。それではガンダムマニアッククイズ第2問。ブライトノアに殴られたアムロが返した言葉は何？かなりマニアックだけど、このキッズたちならもしかして。俺分かる、覚えてる、覚えてる、分かる。お父さん一緒に行こう、はい、ちょっともう2回も。ぶったね、二度もぶった。おやじにも殴られたことないのに。何でも知っているぞ、この子たち。しかも、お、早い、どうぞ。おやじにもぶたれたことないのに。なんと B チームも。果たして正解は？二度もぶった。おやじにもぶたれたことないのに。その通り。これでキーワードをゲットするための条件はクリア。このまま軽々と全問正解か。ガンダムマニアッククイズ、いよいよ最後の問題。第16話でホワイトベースで足りなくなったものは何？まずは A チーム。パテツコ、人材、機体、物資、日用品。おっと、ここで初めてキッズたちが迷い始めたぞ。こんな時に頼りになるのは、何やらお父さんの口元が塩。お父さんが答えちゃったけど、 A チームの回答は塩。では B チームの回答は、早い、どうぞどうぞ。塩。こちらもお父さんのアシストで答えは塩。では正解は、塩がなくなりますが手に入りませんか。正解は塩。両チームともガンダム大好きなお父さんのアシストもあり、ガンダムマニアッククイズパーフェクト達成。ゲットしたキーワードは、 A チームがダ、 B チームはム。では第3問。 A チームへのクイズはなんとクリエイティブディレクターの川原さんから出題です。私は何をしている人でしょう。ここで川原さんからヒントです。これは昔のアニメの絵で、これ今回ですね。そうすると何だと思う？で、パーツを作っている。パーツを作っている人、はい、デザイン。お、正解です。川原さんは今回の動く実物大ガンダムのデザインをした人なんです。何だろう今度は。せーの、じゃん、はい、ウでした。はい、あ、だよね、だよね、だよね、かっちゃった、ね、あれ、キッズたちもう分かっちゃったかな。A チームがクイズで獲得したのはこの3文字。ここでキッズたちから川原さんに質問タイム。デザインを描くときに注意したことって何か。あ、いい、またいい質問だね。あのさっき、あの前のガンダムと今回のガンダム2つあったでしょ、うん、だから前のガンダムから今回動かなきゃいけないガンダムだから、そのためにいろんなことをあのデザインでも調整しました、考えました。そこが一番難しかったです。はい、どうぞ。なんでさ、形とか、なんだろう、なんか色変えたんですか。色を変え、今回変えた感じで、やっぱりね、あの新しくするために、いろいろこう、あ、今回変わったなっていうのは、あの分かった方が楽しいでしょ。だから少しずつ新しいところをね、アイデアをいつも入れてるの。常に新しいことに挑戦することの大切さを川原さんから教わった子供たち。一方 B チームはテクニカルディレクターの石井さんがクイズを担当。お願いします。はい、では問題です。私は何をしている人でしょうか。さあ、このヒントでいきましょう。お、ノーヒント。分かる人、早押し。分かんない。ノーヒントだとちょっと難しいかな。ヒントです。お仕事している時の映像、写真です。こういうの使って仕事してました。はい、どうぞ。設計。お、なんと大きい声で設計。設計、あ、正解です。お、すごい。
と思いきや、どこで分かった？パパがやっぱりお父さんでしたか。でもお気持ち分かります。だって今日のキッズたちのお父さんはガンダム大好きだから。一番最初からずっと YouTube を見続けて、ありがとうございます。今日来る時も見ながら来て、会えるかどうかもう嬉しくてしょうがない。会えて本当嬉しい。なんとパパが石井さんファン。応援してくれてありがとうございます。石井さんから3枚目のキーワードを進呈。 B チームがクイズで獲得したのはこの3文字。そしてキッズたちから石井さんへの質問タイム。悪いところとかってどうやってわかるんですか？おお、いい、悪いところ。悪いところがあると、どっかおかしいなっていうのがあると動きが止まるようになっているので、でそうするとガンダムが動いている途中で止まって、そしたらこの画面を見ると今どこかちょっと調子悪いですって出てくるので、そしたらそこを調べてっていうことを繰り返しています。キッズから鋭い質問が来ましたね。石井さん、ありがとうございました。両チームがそれぞれキーワードを3文字ずつゲットし、ラストクイズへ。力を合わせて最後のキーワードをゲットしよう。出題者はこの方、システムディレクターの吉崎さん。何十人何百人の大人が、あるいは企業会社ですね、そういうところが協力してガンダムここまで作ることができました。その原動力は夢です。皆さんにもありますかね、この夢、これがあるから頑張ってガンダム動かす姿を見たい、そうやって今の形までガンダム動くようになりました。それでは最後の問題です。皆さん一人一人に聞いていきます。皆さんの夢は何でしょうか？10年後、20年後、何かやりたいこと、なりたいものあったら一人ずつ教えてください。吉崎さんからの最後のクイズはキッズたちの夢を教えてほしいというもの。ガンダムを作る人です。おお、僕の夢は電車の運転士になることです。お、虫博士と動物博士。動物博士、おいいね。好きなのは何だろう、サッカー選手。サッカー選手、エンジニアになりたいです。エンジニア、何かものを作る仕事。あ、いいですね。天文学について学びたい。天文学、パティシエ。パティシエ、お菓子作る人。みんなそれぞれの夢を教えてくれました。素敵な夢ばっかりだったので、もちろん皆さん正解です。なのでこれはね、最後の1枚誰にお渡ししようかな。一番最初にガンダム作りたいって言ってくれとこ。はい、私たちを引き継いでください。はい、はい、将来絶対ガンダム作ってください。はい、頑張ってね。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、正解は皆さんです。おめでとうございます。ついに最後のキーワード、運をゲット。どんな言葉が出来上がるかな。出来上がったのはガンダム動け。せーの、ガンダム動け。キッズたちの掛け声を合図に、ついにガンダムが動きます。ガンダム起動準備完了。ガンダムを大好きないい大人たちが一生懸命知恵を絞り力を合わせて実現した実物大のガンダムを動かすという夢。これから大人になる皆さんも素敵な夢を叶えてください。ガンダムファクトリー横浜は2020年12月19日に一般公開されます。
世界で初めての18メートルの実物大ガンダムが動く姿をぜひ見に来てください。ついに最終回、一般公開を迎える動くガンダム、本当に動くのか、大丈夫か、大丈夫なのか、世界が注目するその舞台裏に迫ります。ガンちゃんとドッグ兄貴からのお願い。動くガンダム設置予定の山下埠頭は関係者以外立ち入りが禁止されているエリアです。危険な場所もたくさんあるので、オープンまではこのメイキングを見て楽しみに待っていてくださいね。